参ろうぞ。承知いたしました。妻の命とあらば任せておけ。受けたまわりました。承知した。やり遂げましょう。かしこまりました。承知いたしました。この正式のいる城を攻めると身の程をわきまえさせてやる。ここを落城させましょう。楽々とことが運べばいいんですけど。そなたは何をせずとも良いようになります。それが死にたい。任せておいて。策でサクサク片付けましょう。行きますわ。諸葛一族の一人、諸葛高級だ。力を侮るんだよ。ただの力落ちなど愚弄骨頂。ここは一時備え、兵を休ませよう。そなたに手出しはさせぬ。一度引かれば犬死にとなるか。この強迫薬立ち塞がる敵は全て倒す。お前の戦に見入ってしまったわ。現在の戦況を考える。私たちは残って守備をするぞ。この私が計略の何たるかを見せてやる。行きます。思いっきり行きます。思いっきり行きます。はっ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 はもちろん。一度引かねば
犬死に止まるか。見事だ。お前の戦に見入ってしまったわ。私に勝てるつもりか。なんとも思いなす。いきますわ。やっやっ。セーランの橋がかかったでござる。いち早く渡り城壁を制圧されたし。いきますわ。筋金入りですな。自分も見習う所存です。靴の闘志我が胸にあり。もう一度出撃する。次の手はすでに用意してある。ここでの場面は逃しない。敵はまだ健在か。よかろう、名族の本気とくと見よう。この命ある限り私は立ち上がる。何度でもだ。奇襲はこちらが動揺しなければ不成立は。今回失敗したということですわ。敵本陣を吸収するでござる。それなしに続けろ。私がこんなところで終わるはずがない。行きますわ。やだ。そなたの武を間近で見とうござる。共に戦ってくれぬか。なんと力及ばず敗れた私に生きて仕えよというのか。誰よりも努力してきたのに、なぜ？
霊族なくして新たな天下は。この私がそんな条件で納得すると思ったか。承諾するわけがなかろう。礼を言ってやろう。その話承諾しかねる。感謝する。我が怨念に怯えるといい。承知した。